日々の生活の中でふとした不思議な出来事、体験したことはありませんか？あなたが気がついていないだけかもしれません。怪談、真相が定かでなく納得のいかない出来事。さあ、皆さんからいただいたメッセージをここで一通ご紹介させていただきます。あれは私がまだ中学1年生だった夏の蒸し暑い日の出来事です。その年は亡くなったおばあさんの何回目かのお盆でした。普段ならば家族で行くんですが、何の事情だったか両親だけで行くことになりました。私と幼い二人の弟の三人でお留守番です。弟たちは夕方から昼寝してしまいました。私も一緒に横になっていると玄関の鍵を開ける音が聞こえてきました。ふと玄関の方を見ると母がドアを開けて入ってくるところでした。お母さん、お帰りと私は声をかけたんですが、母はにっこり笑って歩いてくるだけです。あれ、何か違和感を覚えた私は体を起こそうとしましたが、思うように動けません。もう一度よく見ようとしたその瞬間、にっこり笑って近づいてきたお母さんがくるっと逆さになって正座したおばあさんの姿に変わってしまったんです。そのおばあさんは間違いなく亡くなった私のおばあちゃんで、正座した姿勢で逆さに宙吊りになって鬼のような形相で私たちの方へ滑るように近づいてきます。私は恐ろしくなって目を閉じてわーっと叫んでしまいました。そして次に目を開けた時にはおばあちゃんの姿はありませんでした。あれは夢だったのでしょうか。もしかしたら法事に行かなかった私たちにおばあちゃんが少しだけ腹を立て怒っていたのかもしれません。おばあちゃん、ラジオネーム小太郎さんからのメッセージご紹介させていただきました。さあ、皆様こんばんは。 FM 群馬の池田恵です。ここからは FM 群馬特別番組ホラーナイトで皆様には恐怖の世界を体験していただきます。さあ、この時期の風物詩となりましたイベントホラーナイトも今年で8年目を迎えました。お迎えするのは皆さんお待ちかね、もちろん稲川淳二さんです。今夜も怪談話をたっぷりとお楽しみいただきます。さて、私たちが今いますのはこのホラーナイトではおなじみになりました高崎市下滝町にあるお寺智元寺の本堂です。春はしだれ桜の名所としても有名ですけれども、夜になると雰囲気がありますね。時刻も7時30分を回っています。ラジオをお聞きの皆さんもどうぞ少しお部屋を暗くしていただいてお楽しみいただければと思います。さあ、それではこの後怪談家稲川淳二さんの登場です。さあ、それでは皆様大変お待たせいたしました。お迎えいたしましょう。どうぞ拍手でお迎えください。怪談家稲川淳二さんです。こんばんは。こんばんは。おかわりないですか。では今日はよろしくお願いいたします。お世話になります。楽しみにしてました。どうぞお座りください。はいはい、
次元寺にはもう毎年お越しいただいてますもんね、うん、いやね、とてもね、こう風情はあるし、この歴史があるし、気持ちが落ち着きますよね、うん、昔からね言うんですがね、実はね、あのお墓だとかお寺の話をするけれども、お寺は落ち着くんですよ、魂が一番ね。で、こういう言い方するとおかしいかもしれないけど、怖いのは本当は神社が怖いんですよ。うん、呪いだとかね、恨みだとかですね、それは神社のやることなんですね。お寺さんは魂が穏やかだから、あの一番安心できるところ。だから昔から子供はお寺で遊ぶんですよね。お墓があるからなんとなく怖いイメージもあるんですが、あそこはもう魂休まってるからですよね。うん、そうなんですね。ですからいいところなんですね。いい場所なんですね、はいはいはい。また夜も雰囲気が少しありますけれどもね。うん、そうですね。今日も白い浴衣でご登場いただきました。よく見ればね、柄絵なんかあるんですけどね、みんな白だと思うんですね。本当だ、そうなんです。少し格子というか、柄が入っていらっしゃるんですね。何かあの階段のスイッチが入るポイントとかもあるんですか？まあ、それはどうなんでしょうかね。でもなんとなく雰囲気は、あの、出ますよね。こういう状況になるとね。今あのお話してましたよね、はい。とても素敵な話でしたけどね。人間って、霊を見る瞬間、見ないでしょ？一番見やすいっていうのはね、これは何かと。要するにあの、体がリラックスしていて、あの神経がね、そのくせに興奮してるとき、これ一応見るんだそうですよ、うん、どうもね。ですから修学旅行、いつもの中にいい友達がいて一緒に寝泊まりするわけだ、こんな楽しいことないじゃないね。えで、明日は何やってかにやって勉強もないわけだ。みんなで楽しくて、みんなで遊べる一番楽しい時期だから、みんなすごく嬉しくて自然体なんですよ、リラックスしてるの。でも逆に興奮してるんですよ、嬉しいから、楽しいから。こういう時にね、よく起きるんですよ。まあ、じゃあこういう怪談ナイトなんていう時で皆さんもドキドキしてる時はどうですか、ね、そうそう、いや、なるんです。こういう時にはこういう時もいい感じですか、うん、私自分の工房が茨城県にあるんですがね、そこにやっぱお寺さんがあっていくつかあるんですが、そこでも出るお寺さんあるんですよね。すごいですよ。雨が降るでしょ、そば通るでしょ、と立ってるんですよ、お墓の中に。でもそれって実はね、これすごい普通言えないことなんだけど、今の時代にはあるとは思えないことなんだけど、実はこの死んだ人というのは、要するにまあインチキ坊さんというかな、うん、あの要するに流れ者だった人で、このお寺に住み着いて、結果的にそこの娘と結婚しちゃったんだけど、ちょっと犯罪を犯してしまって、村人が本当に怒ってね、でみんな殴ったり蹴ったりしたら死んじゃったんですよ。それで行くところがないから、そのお寺に埋めるわけだ、結果的に お骨をね。ところが雨のし、はい、現れたの。それが結構詐欺になってるんですよ、うちの方ではね。見えてしまったということなんですね。だからあるんでしょう、なんかそういったことはね、うん、ゆかりがある場所に現れるということなんですね。みんな自分の思いがあるところやね、うん、みんながみんなじゃないですがね。近況で言うと、稲川さん今年は手術を受けられたりもしてましたけれども、はいはいはい、どうでしょうか、病院ではまたネタが増えたりもしましたか？いや、来ました、いろいろと。あのね、実はね、非常に軽かったんですよ、私の場合は。その本来は前立腺がんというと、昔はね、何ヶ月か前から入院して、あの血を溜めていくんですよ、輸血用に。ところが私は輸血なんか全然しなかった、はい、出血なし輸血なし、それでお話していて、そのまま入って起こされたら、その歩いちゃったんだから。まあ、で夜暇でしょうがないんだもん、全然元気で。要するに切ってないんですよ、ロボットだから。でそのまま動き回っててすることないからさ、はい、仕事しますわね、病院だから夜暗くなる、こそーって行くんですよ。どこに？ナースステーションに。でそれがね、東と西にあって、西というのはね、なぜかね、その看護師さん男ばっかりなんだ。私の東の方はというとね、若いね、女性ばかりなんですよ。うん、お気に入りだったんですね。で、そこへね、そーっと行くの。でね、はい、あって言うと、みんなが、あーってから、おいでおいでって呼ぶやつが。あのね、大きな声じゃ言えないんだけどね、この話をね、やめてって言うのが、ね、くの。で、あー怖い、怖い、巡回行けないなんて言ったわけ。それが楽しくてね。でそんなある時に、府長さんが来て、稲川さんね、私も体験がありましてね、怖い話聞かされました。わー、もうリアル実体験ですもんね。うん、病院はね、ありますよね。ただ一つね、思ったのは、いいこと知ったんですよ。病気って言うじゃないですか、はい、病気って。でもね、病院はね、病の方、病気の病は治すけど、気を治してないね。うん、私が行ったところはね、すごいんですよ。気を治してるんですよ。誰が見ても病院と思えないもん、雰囲気が。よくさ、病院と、すいません、病院にいますから小さい声でとか、すいません、何々があって、ここは病院だって嫌なこと言うでしょ、と。病人っていうのはね、入院してる患者してみればさ、ああ、自分は病人なんだな、ああ、俺体悪いんだと思うから、どんどん落ち込むわけだ。ところが私タイプ病院は違うの。看護師さん、その若い女の子が来て、朝ね、おはようございます吉田ですとか、稲川ですって、あそこ始まるんだもん。すごい大きな明るいんですね。そう。でね、気がどん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 盛り上がっていくと、退院するのも早いんですよ。まあ、うん、じゃあいい病院で入院されていて。いいね、ああ、そうですね。あとね、2、3日行ってもいいなと思ったんだけど、出されちゃった。うん、お元気になって、今年は活躍されていますけれども。ありがとうございます。なんといっても今年20周年になります、怪談ライブですけれども、7月21日、徳島からスタートしています。そうですね。連続でもってね、20年続くってのは、これは本当皆さんのおかげですよね。
支持者がいなかったら階段なんてね寂しいもんですよ。一人で怖い話はしょうがないんだから。でも皆さんが聞いてくださると思うと嬉しくてできるんですよ。で思うとこありましてね、私10年前に自分決めたんですよ、はい、テレビはねこれからなすだけって決めたんですよ。自分が一番楽しい嬉しい時にやめないと人間ってさダメなんだよね。だから一番楽しいいい時にもうお世話になったし楽しいから、あの後の時間はね私の階段を愛してくれる人、はい、自分を必要と思ってくる人のために使いたいなと思ったんで反対もあったんだけど、やだもう夏しか出ないって言ったの。そうだったんですね、うん、稲田さんって、ね、好きな季節で言うとやっぱり夏なんですか。夏は好きですね。いや秋だって嫌いじゃありませんよ、はい、うん、春も好きなんだけど、ええ、いやそうですね。でもねよく夏の階段って楽しいじゃなかった、会ってきて、これはなぜかって言ったらさ、別に暖房もいらないし差し合って涼しいはいらないじゃないですか。でも本当に言うと階段は冬なんですよね。なんでですか。いや階段ってのは本来は東北とかあっちの方のね寒い国っていうのは11月から、ね、4月まで雪が降って外出ないんだ、仕事もないわけだ。そんな時に家の中でもっておじいちゃんやおばあちゃんが何気ない昔話を始めた。変な話、不思議な話、変わった話、怖い話で、そういう話をして聞かせたんですね。これが階段なんですよ。古今東西昔からあるのはそういうルートがあるんですね。そうですよね。でやっていくと階段って、ああなるほどなって。面白いのが妖怪話というのがあって、それをうまく人間が利用して階段にしてるんですよ、うん、妖怪から来てるんですか。そうでね、だから例えばカッパの話もそう、雪女の話もそう、あれはね妖怪話から始まってるんですよ。だから本来は同じようで同じじゃないんですよ、やっていくと。うん、ってのはカッパってありますよね、はい、でもあれは川のさわらべなんだね。川のわらべって書いてあるね、カッパって川どうって書くでしょ。あれっていうのは例えばそうだな、お時間いいですか、ちょっと話していただいて、はい、ね、そうですか、だってちょっとお話しするけどもいろいろあるでしょうか。いいです。例えばほらカラスが鳴っから帰ろうって言いますか、カラスが鳴いて帰らないとカッパに足引っ張られるんだよって話があるんですよ昔からね。それで実際私昔そのおじさんに会いましたよ、足引っ張られたことがあるって。で日本の絵にあるんだな、昼間人間の子供が遊んでる、それをね吉津の陰から子供がじっと見てるんだ、カッパの子なんですよ。カラスが鳴いて子供が帰るとそのカッパの子が一人で持って今度遊ぶんですよ、見ていたこと真似するわけだ。で中には夢中で遊んでいてカラスが帰っても帰るの忘れちゃうわけ、日がだいぶ傾いてるんですよ。そうすると子供が4人ぐらい手つないでるんだ、小さい4人なんだけど影は長いのね。その4人のうちの一人はカッパなんですよ。でもこれカッパじゃないんだ、要するに体に障害があったりとか少し知恵の方が遅れてる、そういう子供のために時間くれてるんですよ。カラスが鳴いてもまだ日が沈んでないから。それとほら昔は口べらしっていうんですか、残酷なんだけどお父さんが自らねハワイ行って子供殺して流しちゃうんですよ。でな時に来た人がね、いるはずの子供がいないからどうしたんだいって聞いたらば、ああカッパに連れて行かれたったらそれ以上聞いちゃいけないんですよ。要するに川流れていく子供の死体、あれがカッパなんですよ。でその深い淵なんかありますよね、川なんか行くとカッパ淵なんていうの、あそこ行っちゃいけないよ、カッパの子供がいて危ないから行っちゃいけない。ところがやんなやつやんちゃな子供がいてさ、で遊んじゃうわけだ、それとか言って、うわ引っ張れて、ああ今カッパに、そうじゃない、下で渦巻いてる流れがね、そういうところは。で今見たこの底にカッパの子供の骨があったってけど、それは死んだ子供の骨なんですよね。大人は知ってるからお盆の時期になるとそれになってるほらキュウリふっと燃いで置いていくから、ああカッパはキュウリが好きなんだなってなるわけですよ。はい、うん、階段ってこの辺から始まってるんですよ。いろいろつながっているんですね。そうそうそう、あの話はね、うん、だからうまーく帳尻合わせたり騙したりしてるんですよ。不思議な話もルーツがあるんですね。うん、ね、間違ってることが多いんですよ。私ね、今本当出張って余計なこと言ってるんだけど、それをね、分かってほしいんですよ。開かずの間っていうと誰かが変えちゃったんだ、うん。人が死んだとか何か問題があったから入れない。問題の部屋ってけど、開かずの間ってそういうことじゃないんですよ。開かずの間っていうのは、見てはいけないもの、知ってはいけないこと、知ってても言わないこと、これが開かずの間なんですよ。うん。新潟に部屋がね68とも74あるとも言われる大きな屋敷があるんですよ。今法人化されてますがね。でそこのオーナーに聞いたんですよ、部屋どのぐらい使ったんだって、こんなたくさんあるので。彼も自分の部屋の数分かんないと、家のでもおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん自分たちが使った部屋全員が使っても当は使ってないって言うから、そんなに部屋余ってるんだったら一つぐらい開かずの間があるんじゃないかって聞いたの。そしたら彼が言ったのが、稲川さん使ってない部屋全部が開かずの間なんですって言うんですよ。それはどういうことかというと、まあ、放送上あまり言えることがないから、限度があるんで、あまり言えないけれども、はい、わかるでしょ？長男に子供ができない。な時に、長男は何かの仕事でもって遠出させるわけだ。と、おばあさんが来て、あんた何の国になったらば、枕を持って、どの部屋行きなさいって言うわけだ。で、女房は、その女房って神さんね、嫁さんは、枕を持って、明かりを持たずにその部屋行くんだ。真っ暗ですよ。廊下だってなんだって。すごい真っ暗。
その中に血の近い誰かが待ってるんですよ。うん。で、子供ができるわけだ。誰もそういうこと言っちゃ、言っちゃいけない、聞いちゃいけない、見ちゃいけない。そういうのがこれ開かずの間ですよ。昔話というか、うんうん、それが怖くなってるのもあるんですね。うん、そういうところから怪談始まってるんですよね。うん。さあ、そしてね、怖い話と言いますと、うん、今日は恐怖話もいっぱいリスナーさんからいただいていますので、いいですね、はいはい、いくつか稲川さんにもね、はい、聞いていただきたいと思います。はい、お願いいたします。一番最初にいただいていますのが、安中の原骨100馬力さんです。それは18年前の初夏の頃のことです。東京に出て小さな会社を起業した友人から数年ぶりに珍しく電話をもらいました。電話の内容は、変わったことはないか、お前は元気にしているか、久しぶりにお前に会いたいよ、会えないかな、会いたいという内容でした。聞くと、頑張っても頑張っても会社がうまくいかない様子で、しかし夢を抱いて群馬を出たから帰りたくても帰れないと言うんです。近々仕事で東京に行くから顔を見せに行くと約束して電話を切りました。で、後日私は東京での仕事を済ませ友人の家を訪ねたんです。玄関に出迎えてくれたのは初対面の友人の奥様でした。電話での内容を奥様に話すと、奥様は信じてくれないんです。というか、友人が私に電話をくれたその時間は車で交通事故を起こし病院に運ばれて死亡の確認をされた頃だったと聞かされて、私は血の気が引きました。私の携帯に残る着信履歴は何だったんでしょうかと。そんなメッセージなんですが、亡くなった方から電話ですとか、うん、もう虫の知らせとかそういうのってありますか？私は 2,3 度ありますよ。それもね、決まってるのが、私の部屋に電話があるんだ。ほとんど使うことはないんですよ、他の電話使うから。でも置いてあるんですよ。で、実際に私その電話番号も知らないんで、電話自分の家なのに、はい、でもね、かかってた中でね、すごくよく覚えてるのはね、私の仲のいいディレクターで、この人作家でもあるんですよ、放送作家でもあるし、で、舞台をね、自分で取材してるんですよ、劇団を。面白いんだ。で、いつも見に行くんです。でっていうのは、彼は私のファンだったんで、それで彼の放送出てくれっていうのは付き合う始めだったのね。で、その劇場行ったら、そのうちね、いつも出演するはずのその彼が体の体調を悪くしてて、今回は出ない、代役で使えたわけ。おかしいなと思ったのは、職は舞台が始まる前にはいつも劇団員たちがロビーに出てきて客と話してるんですよ。で、ある瞬間ふーっと消えて、それから舞台が始まるのね。ところが誰も出てない。プロデューサーの奥さんの姿もないし、あれ、今日ちょっと違うなと思った。でも舞台が始まったらいつものような彼の演出の舞台だし、なんか見てるうちに彼が出てるような気がしたんですよ。で、帰ったんだ。で、二三日てから知ったんですよね。後からちょっと、友人から電話があって、彼は亡くなってるって言うんです。え？いやいや、亡くなってて出なかった。でも舞台の本番だから書いてないけどって、どうやってのことだったら何なんだって聞いたらば、自殺してるって言うんですよ。え？で、表だって言えないから、そうやって書いてあった。で、今度はお別れの会するそうだって話聞いたんですよ。それはショックでしたよね。私彼好きだったし。で、そんなある日なんですよね。それから二三日経たないかな、ぐらいですよ。夜中ね、真夜中ですよ。電話が鳴ったんだ。普段かかってこない電話、はい、夜中の電話ってびっくりしますよね。だって普段かかってこないし、電話番号言ってる人間限られてるんだから、うん、何かって胸騒ぎがしましたよ。それでひょって言ったらば、今からお邪魔していいですかって言ったんですよ。あえて電話切ったの。っていうのは、私のところでたまにそうやって電話よこしたやついるんだ。うちの磯郎君でね、いたんだ。近くに住んでて、すぐに今から行ってもいいですかっていうやつがいた。そうかなと思ったけど、その時彼はメキシコ行ってたんですよ。日本にいないんだ。じゃあ今の電話誰だろうと思ったわけ。で、待ってなきゃあれでしょ、今から行ってもいいかって言うんですか、お邪魔していいですかって言うから、こっちはいって言っちゃったんで、で、椅子にかけてこう眺めてるわけだ。後ろに廊下がずっとあって、正面玄関があって部屋が2つあるんです、その間に。で、こっちの奥にも部屋があるんだけど、戸開けっぱなしになってガラス窓が見えてるわけだ。明かりは小さいのがついてる。で、こうやってるかって見たんだ。誰来んだろうと思ってふっと見たら、ちょうど廊下と玄関映ってるんですよ、ガラス窓に。人立ってんのさ、もう玄関の中に。あれと思ったの。そしたらそれがずーんと入ってきたんですよ。瞬間分かった。あ、彼だと思った。その例の劇団の亡くなったって聞いた彼なんですよ。で、私たちはね、半信半疑で亡くなったって聞いたけど、嘘をつくわけないんだから、その時妙な気持ちが働いてね、返すのよそう。帰っちゃったら死んじゃうから返すのよそうと思って、話しようと思ったの。たら、ちょうどツアーの時期で、皆さん、今度のツアーね、僕は大阪も行きたいなって言ったから、あ、そう、パン組したの。たここ行くってトントン垂れたんですよ。大阪って2カ所までやりますからね。爪でコンコンここ行きますよって言って。はい、そのうちに、がばっと髪の毛こう、その人ね、たくちゃんの癖があるんだ、さっと上げながら、ああ、時間だから帰るって。帰るのって帰る。入れないじゃないって、いやーって言って、ふって見たら、もういないの。
あれと思って慌てて玄関開けたんだ。エレベーター止まったまんま誰も動いてないし、慌てんだよね、逃がしたくないんだ、好きな人だから。それで慌て走ってって、バルコーニー出てさ、ブラインド上げて、ひょいって覗いたんだ。はい。誰も出てこないんです、玄関口から。おかしなこともあるなぁと思ったんですよ。で、それから先覚えてないんですよね。朝起きたんだ。昨日夢見たなぁ。あんな夢見ることあるんだなぁと思って、隣の部屋行ったらば、コーヒーが蓋出ていて、チラシ出てるわけさ。自分で持って買ったことしたのかと思って見たら、ちゃんと大阪のとこ、爪の跡がついてんですよ。そして、大阪の当日、はい、要するに、ご招待するマスコミの席があるんですよ。で、仲のいいグループがいるわけだ。そこに一人、全く違う人が入ったって聞いたんですよ。髪型、体つき、顔、衣装、彼なんですよ。来てたんですよ、やっぱり。もちろん彼は亡くなってましたよ。ですからそれはありますよね。亡くなっていても、うん、そう声が聞こえたりとか、うんうん、姿が見えるってこともあるんですね。いや、でもね、そういうことあるんですよ。電話に限らず。だって、うちの母親は姉が亡くなったの知ってたもん。うちのおばあちゃんは自分の息子が死んだ時に死んだって言ったんだもん、日本にいながら。インディオで死んだ息子を。それを見てると、あるんじゃないかな、人間にはきっと。何か。大切な人に会いに来るんですかね。うんうん、だって親が自分の子供死んだって言えないよ、普通は。確かに。うん、さあ、ホラーナイトはまだまだ怪談が続いていきますけれども、FM 群馬特別番組、稲川淳二のホラーナイト2012ですが、高崎市下滝町のお寺、次元寺の本堂から生放送でお送りしています。うん、さあ8時台はですね、はあはあ、稲川さんによる怪談話をたっぷりとたっぷりできるかどうかあれですか、すみません、じゃあお届けすることに、はい、なっていますので、どうぞ皆様もお楽しみになさっていただきたいと思います。いや、聞き入っちゃいますね。いやいや、話すとね、キリがないんですよね。うん、でもいつも思うけど、怖いと思うのはこっちの勝手でもって、向こうは別にこっちを怖がらせようと思ってないのかもしれないし、かつもその霊ってものに対する考え方が違うんですよね。霊っていうのは素晴らしい字なんですよ。霊法不意とか言うでしょ、はい、うん、幽霊の幽ってじゃあね、かすかな、とってもいい字といい字が重なってるんですよ。大事なもの、優しいもの、思いのあるもんなんですよね。怖いものじゃないんですよ、本当は。うん、じゃあ心のある怪談をこの後8時台たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。さあ、ではこの後ニュースを挟んで再び8時からホラーナイトがスタートいたします。稲川さんの怪談タイムからスタートとなりますので、どうぞお楽しみに。はい、では一旦高崎の次元寺から失礼いたします。FM 群馬特別番組、稲川淳二のホラーナイト2012。今日は高崎市下滝町のお寺、次元寺の本堂から生放送でお送りしています。さあ、では皆さんお待ちかね、稲川淳二さんによる怪談タイム、ごゆっくりとお楽しみください。東京の新宿にある専門学校のテニスクラブの夏の合宿で、男子部員がここから少し行ったところにさ、昔このテニスクラブの先輩が首吊り自殺だって気があってさ、それが今でもさって話し始めると、そこにいた女子部員で、まあ、仮に愛子さんとしてきましょうかね、やだやだやめてよね、そんな話ってんで話停止しちゃったわけだ。その向きになった様子がおかしいもんだから、面白そうだな、おい、希望試しに行ってみようかって一人が言った。と、あ、そうだな、おい、暇つぶしに行ってみるかってもう一人も言ったわけだ。夕食が過ぎて、することもないまんま、時計が9時を回ると、おい、ぼちぼち行ってみようかって話になった。で、嫌がってる愛子さんに、大丈夫だよ、おい、めんないで行くんだからさ、出やしないよ、んなもん、大丈夫。それにさ、今時幽霊なんかいやしないよ。あれこれ言って、半ば強引に連れ出しちゃった。月明かりの下、男が三人、女が二人、木々の間を抜ける道、歩いていく。季節は夏真っ盛りの8月の初めなんですがね、信州の夜は虫が鳴いて、時折吹き抜ける風もひゃーっと肌に冷たい。もうすでに、秋の気配が漂ってるんですね。
しばらく歩いて行って若道にそれて、そこからは緩やかな山道の登りなんですね。登っていくと景色が開けて、うっそうとしたこの夏草が生い茂ってる。その向こう、夜空に黒い枝を伸ばした大きな木が見えてきた。なんだかこれが妙に不気味なんだ。おい、あの木か？ああ、あれか。行ってみるか。五人がその木に向かって歩き始めると、騒がしく鳴いていたその虫がピタッと鳴きやんじゃった。あたりシーッとしまった。なんだか急にゾク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 してきた。やがて、この太い木の幹を囲むようにして五人が立って見上げると、重ね合ったこの葉が、深い天井のように覆いかぶさってきて、真っ暗に闇作ってるわけだ。しばらくみんなじーっと見てた。と一人が思い出したように、なあ、先輩が首を吊ったのって、どの枝だって言った。みんなドキッとした。みんな黙っちゃった。どういうふうに、にぃー。枝の一本が音を立てて、にぃーっとたばんだ。途端に愛子さんが、ギャー悲鳴上げた。そして、ギャーギャーギャー悲鳴上げ続けてるもんだから、みんなも怖くなったんで、急いでその場を離れたわけだ。一緒に持って歩きながら、一人がね、おい、枝がたばんだぐらいで何でもあんな悲鳴上げるんだよ。って言うと愛子さんが、血の気のした唇ブルブル震わせながら、だって首を吊った女の人が枝からぶら下がってんのが見えたんだもんって言った。ともう一人がね、え、首吊りさせた先輩って女だったのかって言った。と背後からやめてよそんな話って声がした。え、みんな顔見合う人、一人がおい今の声誰だって言った瞬間、みんながギャー悲鳴上げて逃げたって言うんですよね。北陸の海岸をオレンジ色に染めて、夏の日はもうだいぶ西に傾いてる。波打ち際を三人の若者が歩いていた。と、七八メーターほど先のギラギラと輝いているその海面に何かがニョキッと現れて、またスーッと水中に消えた。それは人間のようでもあったし、黒く汚れた物体のようでもあったし、何かの死骸のようでもあったし、妙に気味が悪いもんだった。今の何だ？って一人が言った。え、何が、うん、あの辺りに今何か浮かび上がったんだと言って、眩しく日を照り返しているその海面あたりを指さした。二人は目を細めてじっと見たんですがね、おい、何にもないぞ、うん、すぐに消えたんだ、人間みたいに見えたけどな。え、だったらまた時期上がってくるだろうと言ってまた歩き始めた。その時なぜか漠然とした恐怖のようなものがふーっと脳裏をよぎっと、この辺りイルカでも来るのかな。まるでその恐怖を吹き払うようになんとなくつぶやいた。帰りがけ、砂浜に立てられた看板にふっと目が行くと、そこには、この海岸の前の海は、流れが重なり合う潮目になっていて、危険なため、遊泳禁止になっていますと書かれてる。この前の海、これ入れねえんだ。と言って、また三人が歩き出した。この若者たちは、専門学校生で、この夏、学生の自治会が企画した、夏の海の絵に参加して、この北陸の海岸にやってきたんですね。参加者は期間中、いつやってきても、いつ帰っても、それは個人の自由。ですからまあ、入れ替わり立ち替わり、
人が増えたり減ったりするわけだ。いつもは学年が違う、学科が違う、クラスが違う。でまあ学校で顔があっても声を交わすこともないこの若者たちが、開放的な雰囲気の中、まあすっかり打ち解け合ってお互いが夏の日がない一日をよーく楽しんでた。夕食が済んですることもないまんま暇を持てましてると、おい花火に行こうか、ああ行こうかって言って若者が三人浜へ出てったと、ああ私たちも行くと言って学科の違う女の子が三人後を追ってった。夜の浜は真っ暗で遠くにポツンポツンと明かりが見えるっきり、ツッ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 、砂を踏みしめる音と話し声が闇の中進んでいく。ザーッ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 、繰り返し繰り返し潮騒が聞こえる。昼間はさほどの大きさに聞こえないこの潮騒も、夜の静寂の中ではこつらに大きく聞こえる。おいこの辺りでいいかって一人が言って、海に向かって半円を描くようにみんなが位置についた。やがて花火がつくと真っ暗で闇の中、そこだけ眩しいくらいの明るさがファーッと出て、みんなの歓声が上がって若者たちの姿が浮かび上がる。花火が消えるとまた闇に全てが隠されて話し声だけがしている。そしてまた花火がつくと眩しいほどの明るさになって若者たちの姿がふーっと現れる。そうするうちに誰かが流木を拾い集めてきて焚き火を始めた。花火をやり終えるとなんとなくみんながその焚き火を囲むようにして集まってきた。そしてなんとなく一人が怖い話を始めた。で話し終えると次の若者はなんとなくまた怖い話を始めたわけだ。そして順々に話をしていった。話が終わるたびに女の子がキャー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 と言った。そうするうちに焚き火の火はだいぶ小さくなってきて、暗さが増してくる分だけ怖さも増してきた。そして一番最後の女の子の番になった。みんなが耳を傾けてる。話は佳境に入ってるわけだ。するとね、一番後ろでこの手誰の手って叫び声がして、みんなが振り向いたら一番後ろにいた女の子の肩に白い腕だけがおぶさってたの。女の子がキャーって言った。誰かがおーおっかねって言った。笑うやつもいたと。じゃあ俺の話をしようかと男の声がした。いつの間にか一人男が加わってた。俺は沖で波に身を任せて漂ってたんだと、目の先のキラキラと日が照り返すその海面に何かがガボッと現れて、また水の中でスーッと消えたんだ。そいつは人間のようでもあったし、黒く汚れた物体のようでもあったし、何かの死骸のようでもあったし、それが何だかわからないのさと、後ろでガボッ、水から何か浮き上がる音がしたんだ。でおいと呼ばれて驚いて振り向くと、いつ来たのかどっから来たのか男が一人内側からこっちをじーっと見てるんだ。でそしたらまた水の中消えてった。じきに上がってくるんだなと思って俺は待ってたよ。でもそいつは再び上がってこなかった。その時俺はなんだか妙な恐怖を感じたよ。
で帰ることにしたんだ。で陸に向かって泳ぎ始めた。と泳いでるその俺の足に何か絡みついたんだ。俺は足をばたつけて振り払おうとしたんだが、そいつはなおも俺ぐーっとしがみついてくるんだ。俺はなおも足をばたつけてたの。ところがそいつはなおも俺にぐーっとしがみついてくる。俺は慌てたよ。俺はバタ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 暴れたんだ。でもそいつはなおも俺にぐーっとしがみついてくるんだ。いけない。俺は焦ったよ。でもそいつは俺にぐーっとしがみついて暗い水中にずーっと引きずり込もうとするんだ。俺はかいつい少し飲んじまった。もう俺は必死だったよ。恐怖したよ。夢中でバタバタ暴れるんだ。そいつはなお俺にぐーっとしがみついてずーっと水の中俺を引きずり込むんだ。俺は夢中で暴れたよ。どうにか逃げようと暴れたんだ。でもなおもそいつは俺にぐーっとしがみついてずーっと水の中に引っ込んでいくんだ。俺は矢というほど海水を飲んだよ。俺の内臓の中海水が流れていくんだ。息ができないのさ。その苦しいことと言ったら意識は遠ざかっていくんだ。俺はもうただ必死でもってもがいたよ。遠ざかっていく意識の中で苦しさに充血した俺の目が見たものは、暗い海底から俺の足首をぐーっと掴んでこっちを見上げている男の顔だったよ。周りにもいくつも顔があるんだ。俺の意識はだん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 遠ざかっていく。とその時その男が一瞬笑ったように見えたんだ。で次の瞬間その顔がにゃーっと歪んで、でベローンと顔の皮が剥がれ落ちたんだ。途端に俺の意識がプッと切れた。そして俺は死んだんだ。話を終えると男は立ち上がって真っ暗の海の上に向かって歩いていっちゃった。俺なんだ今の。君の悪い話だったな。あいつ知ってるか。いや。学校だったことあるか。ないよなって言ってた。気がつくと焚き火の火はもう消えて白く細い煙が横になびいてる。見上げると空には星も月もない。道理で暗いわけだ。ザーッザバーン、ザーッザバーン、ザーッザバーン。真っ暗な闇の向こうで大きな波がテトラポットにぶち当たってる。おい引き上げようかっていう声でみんなが宿で引き上げた。その晩風はますます強くなって夜中には嵐になった。それも夜明け頃には嵐は収まって青い空が見えてきた。おい朝飯前に散歩でもしようか、あ、行こうか。若者が3人浜に出て行った。嵐の後の空は青く澄み渡っていて心地よい空気が辺りに漂ってる。ふっと見ると向こうに人だかりができてる。それは昨日自分たちが花火を上げたあの場所だ。なんだあれって言ってると人だかりの中から一人飛び出してきてトッ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 とこっち走ってくる。土地の若者なんだ。近くまで来ると死体が上がったって言ってまたトッ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 とかけて行っちゃった。行ってみようか。ああ早足で歩いていくと遠くでサイレンが鳴った。だん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 サイレンが近づいてくる。とそこに漁師さんらしい人がいたんで、すいません何かあったんですかって聞くと、ああ昨日の嵐だな、海の底に沈んでた仏さんがテトラポットに打ち上げられたんで浜に引き上げたとこなんだよって言った。人だかりの真ん中にシートをかぶった死体の山が横立ってる。一瞬ゾーッとした。怖いしなんだか気味が悪い。
で、その反面好奇心がある。人垣の間からそーっと覗いてみた。と、警官が来ていて、シートを掴んで、今しもそのシートをめくろうとしてるわけだ。どうしよう。見ようかな。見るのやめようかなと思ってるうちに警官がスーッとめくってった。髪の毛が現れて、顔が現れた。途端に三人が、うう。声にならないし目を上げた。朝日を受けたその顔は、夕べのあの男だった。これはもう何年も前になるんですがね、私のところのその若手のマネージャーの話なんですよね。彼が私のとこ来ましてね、うちの弟が変な体験したんですって言うんだよ。どんな体験って聞いたらば、自分が遅くに帰ったらば、部屋の明かりがついていて、で、布団が敷いてあってその上にペターンと座ってね、真っ青な顔して、ああ、兄か、俺今、変な体験しちゃったよって言ったってんですよね。それというのはね、この日なんですが、彼の家はお父さんが出張してた。出張で留守のとこ、お母さんとお父さん二人、まあ留守番のようにして家にいたわけなんですね。その時に弟さんが、たまには兄貴と話してみたいなーって言った。それ無理もないんですよね。っていうのは、このマネージャーの家というのは、神奈川県の横浜のね、外れにあるんですよ。私東京の中野なんだ。で、私当時、とっても朝早くから夜遅くまで仕事やってたんですよね。ということは彼はとっても早い時間に家を出て私を迎えに来るわけだ。遅い時間に私を返して、で、実家へ行くわけですから、家に着いた時はもういい時間になってる。家族と顔を合わせる時間がないんですよ。で、お父さんがたまには兄貴と話がしたいなってわけだ。で、お母さんと二人、部屋で待ってた。ところがいくら待っても帰ってこない。そりゃそうだ、私遅いですからね、仕事が。そして時間が過ぎてった。と、お母さんが、ねえ、悪いけど私先休むよって言うんで部屋行っちゃったわけだ。お父さん一人が部屋に残った。さあどうしよう。寝ちゃおうかなと思ったんだけど、せっかく起きてるし、もう少し頑張ってみようかと思った。そうするうちに、いや、ここで待っててもしょうがない。自分たちの部屋で待とうと思ってね。部屋へ行って、明かりはつけたまんまなんですがね、布団を敷いて、そこにゴローンって横になって待ってた。時間はだん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 過ぎていくんですがね、一向に帰ってこない。随分遅いんだなぁと思ってた。寝てもいいんですがね、せっかく待ったんだからもうちょっともうちょっとって気持ちがあるわけで待ってたわけだ。どん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 時間が経っていく。そうして誰かとか時間が経った時にね、この部屋の明かりがだん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 暗くなってきちゃった。ふーっとだん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 暗くなるんで、ああこれ寿命かなと思った。どん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 暗くなった。嫌だな、弱ったなと思ってた。どん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 ふーっと暗くなった。これ消えちゃうのかなと思ってた。僕の明かりがまたふーっと戻ってきた。だん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 戻って元のような明かりにふーっと戻ったわけだ。ああしょうがないなと思ってた。そしてまた、明かりに立って持ってゴロンって横になったまま待ってる。なかなか帰ってこない。参ったなぁ、どうしたんだろうなぁと思うんですがね、ここまで待ったんだからもうちょっと待ってみようと待ってるわけだ。そして時間が過ぎてる。また、部屋の明かりがふーっと暗くなってきたんで、あーと思って、だん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 暗くなってくる。ふーっと暗くなって、だん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 暗くなるんで、おいおいおい、参ったなぁと思った。どん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 暗くなってくる。ふーこれ切れちゃうのかなぁと思ってた。ふーっと暗くなったこの明かりが、しばらくするとまた、ふーっと戻ってきた。
どん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 明るくなってきた。で、元の明るさに戻ったわけだ。なんだよ、これ随分いい加減な明かりだなぁと思った。そしてまた待ってる。時間は過ぎていく。でも一向に帰ってこない。まあ、行ったら寝ようかな、どうしようかと思うんだけど、ここまで待ったんだから、あともう少し待ってるわけだ。そうするうちに、この明かりがまた、ふーっと暗くなってきた。ああ、まただ。もう弱ったなと思ってるうちに、どん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 暗くなる。これどうにかしちゃいけないなと思って、どん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 暗くなる。ふーっと暗くなる。だいぶ暗くなってきた。ああ、これまた元へ戻るんだろうなと思ってた。そう。ふっ、消えちゃった。真っ暗闇で、ああ、これまいった。何にも見えない。こうなると仕方がないんで、起き上がって電気の様子見てやろうと思って。起きようとしたら、あれ体動かない。こーっと突っ張らかったまんま。うわと。金縛りだ。動かない体が。真っ暗の闇の中。金縛りですから、さすがに怖くなったんで、お母さん呼ぼうと思ったら、声が出ない。普段自分が使っているその部屋なのに、明かりが消えて真っ暗で何にも見えないし、起き上がろうと思っても体が動かないし、何か言おうと思っても声が出ない。要するに、日常の当たり前の生活する場所で、非日常の状況なしってわけだ。さすがに気持ち焦るんですがね、どうすることもできない。何しろ、体が動かないんですからね。いや、参ったなぁと思った。目は開けてるんですが真っ暗で何にも見えない。開けてるんだかつぶってんだかわかんないと、そのままただじーっとしてる。動きようがないわけだ。あたりはシーッと静まり返ってる。そうして時間が過ぎてると。闇の中ですから、勘が冴えてくるんですね。ふっと気がついた。足の先、何か乗ってる。乗ってるんですが、ただ目が見えないから、これ気のせいなのか、本当のとかわからない。で、神経を集中させたわけだ。足の方に、じーっと闇の中。と、足の上のその何か乗ってる重い目方、それが少しずつ少しずつだん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 上の方に上がってくるのが分かった。何か乗ってるんだ、動いてる。うわ、乗ってる、何か乗ってる。でも分からない、目が開かないですからね。開けたって闇の中、だん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 上がってくるわけだ。うおーと思ってさ、声は出ないし逃げれない。だん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 上がってくる。何かが乗ってるわけだ。これ闇で帰ってよかったのかもしれない。見ようと思っても何にも見えない。ただ何かがだん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 上がってくる。気持ちを合わせるんですが、どうすることもできない。だん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 、間違いない。何かが乗ってるんだ。闇の中、どん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 来る。それが太ももから腹のあたり。息が苦しくなってきたんで、自分の息遣いだけが聞こえてるわけだ。あたしーんとしてる。だん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 上に来る。やってるときに、お父さんふっと考えたったんですよね。何が乗ってんだろう。で、自分の呼吸を変えて、様子を伺ってやろうと思ったんですよ。この、ってのどうにか自分でこらえて、っていう呼吸に変えたわけだ。と、自分の呼吸と呼吸の間に、別の呼吸が聞こえてる。うん、いる。誰かいるんだ。誰かがだん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 乗ってきてる。うぅ、来てると思う。でもわからない。鼻から胸のあたり来た。もう苦しい。どん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 上がってくる。あ、ダメだ、苦しいと思った時に、首がぐーっと締まってきた。自分は動けない。首がぐんぐんぐん締まって、あー、ダメだと。意識がふーっと遠ざかっていく。もうダメだ、やられる、どうしようと思うんですがね、全身からファーッと汗が吹き出してる。恐怖はしてるんですが、どうすることもできない。ただぐん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 縛れる、あー、ダメだと思ったと、自分の耳元でかすかな小さい声なんですがね、男の声で、殺してやる、殺してやる、殺してやるって声がした。とっさにお父さん、って声があったと、その瞬間体が動いたってんですよね。その時兄貴な、この真っ暗な闇の中で俺、油ぎった男の顔を掴んだんだぜって言ったってんですよね。で、彼が言うんですよ。この油ぎった男の顔って一体何でしょうねって言うんですがね。
これ同じ経験してる人いるんですよね。どうやらこの油ぎった男の顔というのは、いつも当たり前に生活している日常、それから何かの状況でもって非日常に変わってしまう、その日常と非日常のちょっとその境目というかな、そのあたりにどうやら存在しているようなんですよね。の次元地から怪談家稲川淳二さんをお迎えして FM 群馬特別番組ホラーナイト生放送でお送りしています。さあ怪談話3本お聞きいただきました。いやーねー、本当あとね20本ぐらいしたいんですよ。でもね、今度群馬のまたお邪魔することもありますね。そうなんですよ ね、9月28日に決定してますね、うん、はい、そうなんですよね。それとね、今のこの赤い斑点の歌があるんですがね、これは思いがあるんですよ、はい、今から37年前、私がそのラジオの深夜放送2部やった時に、たまたまその怪談をやらないかってプロセスに言われたんですよ。いつも聞いてたから、番組と関係なくやってましたから。それでやった時にすごい反響があって、その中に手紙が来たんですよね。たくさん来た中に、もう年配の女性でしたがね、綺麗な字で書いてあった。これがその赤い斑点の話なんですよ。もちろん題名なんかないんですよ。そしたらプロデューサーも、うわ、これ怖いって言ったんですよ。でディレクターもプロデューサーも怖がるから、何言ったら、稲川さんこれ怖いですよって読んだら、この話で今度やってみますって言ったら、じゃあ今晩やろうか、できますって言うんで、自分なりにまとめたのに座ったんですよ。でもこれすごく怖いんだけど、その時は話は全部で10分ぐらいだったんですよ、はい、ところがね、今から 4,5 年前かな、この赤い斑点って話がなぜこう生まれたかっていう、その背景もうずっと調べたんですよ、分かったの、そしたらね、これ泣けちゃうんですよね。初めの話は怖いのに、後の20分のこれ特攻なんですよ。最後死んでったその特攻、そのところへ、その息子が死んだ最後に暮らした文教場へ、門別姿に割烹着を着て、リックを背負って、リックの中には息子が好きだった稲荷寿司を持った赤さんが来て、それで会いに来るんですね、別れにしに来るという話なんですよ。でこの赤い斑点というのは、九州の方ではお祭りの時に、最後のお祭りね、これでお祭り終わりますよっていう意味では、世話役さんが赤い斑点着るんだそうですよ。これはだから思いがありますね。すごくこう物悲しい曲調でもありますし ね、歌詞も悲しいんですね。だから話はとっても怖かったのに、なんかこれはそれを知ってしまったらね、ジーンとくるものがありますよね。愛があるんですね、だからね、私怪談っていうのは事件じゃないと思うんですよ、はい、事件にしちゃダメなんですよ、そんなこと悪いけども、いや世の中で言ってるにね、とことこでこういうことがあって怖かったって、それは事件ですよね、ホラーでもない。なぜかって言ったら、心の中にあるもの、お若い人でもご年配の方でもお年寄りでも、それからどこに住んでいようと、誰でも一つぐらいはその自分の思いがあるじゃないですか。
そういうものはふーっと来た時にね、感動しますよね。今年階段結構ね、皆さん泣いてるんですよ。泣ける階段もいいですね。泣かそうと思わないんだけど、優しいからなんですよ。随分手紙いただいてますよ。階段に行って泣いて帰りました、ありがとうございましたって。嬉しいですね。なんか稲川さんの語り口もやっぱり優しいのか、聞き入ってしまいますね。いやダメだ、私のようなね、家族があって家庭がない男じゃろくなもんじゃありません。さっきご自宅というかね、こう日常生活の中の階段もすごい怖いなと思ったんですけど、階段話を作る場所とかっていうのはご自宅なんですか？いや、私出かけてますよ、あちこち。いや、自宅って自分がほとんどもう事務所に入っちゃってて、まとめたりするんです。あと自分の工房行ったりしますけど、話っていうのは破片しかないんですよ。私去年までこのツアーでは391話話してるんですけど、そのうち人から聞いてそのまま使えた話って4話ぐらいしかないですね。っていうのはなぜか怖かった、見ちゃった、何だったら終わってるから、一体なぜそれを見たのか、なぜ怖いのかというような話でしょうね。一度は大変同い年でもって仲のいい人がいるんですね。この方全然縁もゆかりもないでしょ。たまたまこの人ファンで来たんだけど、この人のいとこさんが私の友人だったの、偶然。で彼が手紙をくれたんですよ。まあある場所なんだけど、まあ、千葉県のねある場所なんだけど、そこはすごいこう、細い坂でもって入り組んで谷の間抜ける道なんだ。ほとんど人も通らない、車も通らない、そんな谷の道なのに、途中に公衆電話がある。とっても気になったんですよ、うん、行きましたよ。行ってみたらそうなんだ、車1台途中ですれ違う場所が 2,3 カ所あるだけでもってすごいきついんですよ。谷間は割ったような谷間なんですよ。そこにね公衆電話、だって人が来ない、車も通らない場所に公衆電話、おかしいでしょ、はい、で調べたんですよ。そしたら分かったんだ。なんですか？それは要するにそういう霊的なものがあって、車が止まっちゃって動けなくなって、みんな助けを求めて飛んでくるんですよ、これ。でその明かりを目印に来るんですよ。だからそれどかせられないの。うん、それじゃあ間違ってその電話に出てしまったら大変なことになりそうですね。いや出ていいんですよ、だってその霊が出るからその電話に逃げていくんだから、助けを求めに行くんだから。要するに携帯使えない場所で、でもそれ言ってるのがさ、このジジイと、私の仲間のジジイと案内者のジジイだからね。みんなで取材に行ったっていうことですね。取材で途中で犬に吠えられてね、その細い道、ほら人がいないとこだから、坂の入り口のところに民家が一軒あるんですよ、はい、民家怖いからさ、犬をやたらかってんだ。ロープこんな長いんだよね。おお、そう、飛び出てきたら困るんだ、噛まれかと思った、本当に。そう、それを戦いながら、俺幽霊よりかかったね、噛まれかと思って。そうやっていくんですよ。そうやって一つ一つを重ねていって、そうそうですね、話ができていくということなんですね。今までは20年、ミステリーナイトツアーが、ね、続いてきてっていうことですけれども、はい、たくさんの方にお会いしてきてるんでしょうね。ああ、もう嬉しいですね。でもね、本当思うんだけど、こうして皆さんがね、時間が大変なのに来ていただいて、熱心に聞いていただいてじゃないですか。というね、張り合いが出るんですよね。やる気出るのかな。それがなくなったら多分やめちゃいますよ。私がだから10年前にテレビは夏だけって決めた。で、普段どうしてるかというと、夏以外はね、私ね、折りたたまれてタンスに入ってるんですよ。本当ですか？そう。で、夏が近づくとプロデューサーが来てタンス開けて私に空気入れるので、動いてるのかって。よかったです、うん、今じゃ動いてる時期で。でもね、こうやって来ていただくことが一番嬉しくて、だからできるんですよね。だから頑張れるんですよね。今一番前には、小学生、中学生。中学生若い方もいらっしゃってますね。いや、すごくね、話を真剣によく聞いてくれて嬉しいですよ。あなたが頼りだからね、長い付き合いしてよ。本当にね、嬉しい、ね。そして今年は何といっても8月の、13日が、はいはい、怪談の日に制定されました。ありがとうございます。なったの、怪談の日って嬉しいですね。ただね、私が持った怪談の日っていうのは、その遊んでくれることを楽しむもいいんだけど、怪談が持ってる思いやり、階段ってとっても思いやりがあるんですよ。優しいんですよね。で、そういう部分の思い出してほしいと、先祖さんを思い出してほしいという意味からも階段の詩ってつけたんですね。ちょっと照れるじゃないですか、真面目につけた。でも階段ならシャレになるでしょ。で、階段の詩ってできました。嬉しいですね。すごいです ね。稲川さんのおかげでできた日でもありますので、ね、皆さんのおかげですよ。なぜ8月13日かというと、1993年の8月13日、クラブチッタ川崎で行われた第1回公演、こちらを記念してということですよね。そうなんですよね。おかしいんですかね、13日って日本人には縁がないっていうじゃないですか、うん、でもね、実はアメリカ人なんかはあれほどね、13にこだわってないんですよ、実は。そうなんですか、13日の金曜日とか、いやいや、だって13日の金曜日に、調べりゃ分かりますよ、大統領が就任した日って結構13日の金曜日遠いんですよ、意外と。案外怖くないんですよ。でむしろね、これはおかしいんだけど、何がってか、私好きな方が4なんですよ。菅山のトゲニキトさんのね、4好きなんだけど、割とアメリカ人4だとかいう数嫌いだもんな、死と関係ないのに。
うん、だからきっと数ってのは何か分かるとあるんじゃないかな。6って日本でも向こうでも嫌がるしな。例えば、6階建ての建物はやめなさいって言うし、六角形の建物作っちゃいけないとか言うし、それは日本でも向こうでもあるんですよね。だから6の方が怖いんでしょうね、むしろ。666たるじゃないですか、オーメンのね。ああ、そうですよね。あんな研究だと。思い強いですよ、階段やってて分かったんだけど、例えば12室ってあるでしょ、あ、はい、12個あるじゃない ?6 の場合ある。ねえ、でも12室ってあるってのは絶対にあれは、アジアのもんじゃないね。日本のもんじゃない。だって何かというと、角がある動物いるじゃない。羊とさ、ねえ、いますよね。日本に描いた羊と牛がいるでしょ。対角線上にいるんですよ。ね。これは何かというと、牛というのは天なんです。白っていうの。羊っていうのは黒。要するに地。地獄ですよ。超対比してんの。あれ見てください、順番で。で、鶏とね、それからウサギ。はい。ウサギって何羽っていうでしょ。ちょうど対角線上なんですよ。鳥って神なんですよ。ウサギって生贄なんですよ。羊もそうなの。ほらね、体験してるんですよ。そんなの日本の人にないもん。日本にはそんな考えないもん。あれヨーロッパだもん、考え方。ってことは、みんな十二章アジアの問題は中国じゃないか日本じゃないかって言うけど、あれは違うと私は思ってる。だからあんまり本を信用してないんですよ、私は。絶対に。大学の教授にも会いましたよ。来てくれたりするけども、本で勉強しちゃダメなんですよ。実際に自分でやってみないと。6636、6636、6636。足すといくつになる6636、6636。108。はい。じゃあ、の形なんですよ。でもこれ三角形っていうのはね、事情って意味があるんですよ。私デザイナーだから、こういうのやからやるんだけど、三角って事情って意味があるんですよ。6636、6636、6636。オーメンのこれは足すと 108? ジュアの形と同じ邪悪煩悩なんですよ。すごく繋がってるんですね。それ言ったけど私が発見したんだからね。人に言わないでよ。ありがとうございます。稲川さんのおかげで。でもね、そうやってってあるんですよ。だから、いかにそういうことをね、やっていくと面白いかってことはたくさんあるんですよ。ただみんな気がつかないだけ。で、何度も言うけど、塩は違いますよ。毎回言ってるんだ。塩は違う。よく盛り塩する人いるんだ。霊が出るわけで。あれ違う違う。はい、盛り塩っていうのは、秦の始皇帝がたくさん女性がいるところに行くわけじゃないですか。自分のね、ハーレムへ。その時にロバに乗っていくんですよ。ロバって塩が好きなんだ。利口な女性がいて、自分の家の前に盛り塩しておくと、ロバ動かない。で、どうぞお入りくださいってのは、これが始まり。そんなちょっとエロティックな。いや、エロって普通のことですよ、頭に。だから、はい、だから盛り塩ってやるわけですよ。お相撲さんが塩巻くのは、あれはお祓いじゃないんですよ。神様が降りてくるから、ありがとうございますっていう。ケーキをつけろ、塩巻いてくる。だから、よく葬儀の時にね、お清めの塩ってのは、あれは葬儀屋の嘘。葬儀屋に怒ったもん。あんたなんでこれ塩やるんだったら、いや、これ宗派によって違いますって。お寺さんとか言うわけじゃないけど、何が塩払ってんですよ。あれは素人がやったことなの。塩はそうやってっちゃいけないんですよ。意味違うの、全然。もしも怖い場所があったり、何かがあったら、水、コップに水。はい、なんか水晶ね。あとはさっき言ったように、水とお酒とお米。向こうは水とワインとパン。はい。うん、海外と日本とまだちょっと違ったりもするんですね。うん、それだって日本酒ないもんよ。あ、そうか。でもお酒は必ず入ってくるんですね。うん、そう、お酒でしょ。はい。うん、うん。でもお酒好きなんですかね。え、例も。いや、そうじゃなくてビールじゃダメなんだ、やっぱりね。お酒は好きなわけじゃないです。お酒ってのはお米と水によってできてるでしょ。はい。だから清めるんですよ。清めるの。お清めっていう意味なんですね。そうそうそう。清めってそのこと言うんですよ。清めるって意味はね。うん、浜峰さんって大女優さんいらっしゃる、とっても大きい素晴らしい映画箱根にあるんだけど、そこ幽霊が出るんですよ。なぜかって言ったら、あの方はとってもそういったものをよく知ってて、古い農家の材木を全部ね、捨てちゃもったいないって買い取って12軒分ですよ。それで作った建物なんだけど出るんだ。で、それを知ってたんで、その材木を全部神社へ持ってって、神社へお酒を持ってって、お酒でもって拝んでもらって清めてもらって、そのお酒でもって全部拭いたら出なくなったって言ってましたね。そういうなんか大事なんですね。まあね、気持ちの問題もあるでしょうけどね。でも幽霊がいても平気で暮らしてる人たくさんいますよ、私の周りでも。本当ですか。うん、幽霊って一箇所にいたものがなんかいなくなったりもするものなんですかね。まあその時々ね、見える時と見えない時あるんで、人によっても。うん、今のね時期になると私見え始めるんですよ。はい。あ、時期もあるんですか。やっぱり階段やってる時はほら、自分がどっかで興奮して楽しんでるから。はい。うん、ホテルなんかでも何でもあるんですよな。わあ、20年やってるといろいろご苦労もあると思うんですけど、うんうん、不思議な話とか怖い話、ね、はい、ありますよね。ありますあります。私今までに5件、前にもね、ここで言ったかもしれないけども、心中死体の発見でしょ、殺人死体の発見でしょ、死体をね、それから遺留品の発見、殺人現場でやってるんですよ。でもそれ全部発見じゃないんですよ。発見した形になっちゃったんですよ。警察はあなたがあの時これやってかんなかったらこれ発見できなかったって言うんで、私が発見者になってるんですよ。と言いようがないから、偶然にって。偶然じゃないですよ。うん、だって夜釣りしたい私がさ、だいたい釣りしないんだから、はい、夜釣りに行くことがおかしいし、ね、帰りゃいいのに、たまたま寄り道して山のてっぺん上がった自分もバカだって、そんなばっかりですよね。
それ何か呼ばれるっていうことなんですかね。多分そうなんでしょうね。だって私殺人さんのとこ行ったことあるもん。あんまり言えないけど、有名なあの連続殺人の犯人のところでさ、たまたまテレビのカメラ回しながら、お邪魔していいですかって、いいよって言って、そこでもって群馬県ですよ、そこでもってロケして帰ったの。そしたら検察が来てさ、その時にあの殺した人間を見に来て、俺気合見ちゃったもん。もう一個はやっぱり連続殺人のね犯人で、その犯人分かんない時、犯人から局の私宛てに手紙が来て、で警察が来たんですよね。犯人分かんないかって言ったら、その犯人私のファンだったんだけど、有名な人ですよやっぱり。これも犯罪者で、でもねやっぱりなんかあるみたい、人間って何かがあるんですよきっとね。何かこう稲川さんに分かってほしいみたいなところは、霊だけじゃなく人間もあるってことなんですかね。いやでもそれ分かってほしくもないですよ。嫌ですよね怖いのね。でも群馬のあのじいさんだけは信じらんなかったな。人二人殺してるところですよ、テレビの取材させてくれたら OK して、あんなに楽しい話で盛り上がって、この人いいな、生涯付き合っちゃおうと思った人が、またその後すぐ人殺して、その後も殺してる。全く別人ですよね人間って。だって道にも見せないもんそんなもの。では考えたら、人間ってのはもしかすると、とてもなく恐ろしいものなのかもしれないですね。幽霊になってもおかしくないし、いやもしかすると幽霊の方が優しいかもしれない。生き霊なんていうものもあるんですかね。いや生き霊はありますよ。それは何度も聞いてる。でも生き霊になった人間は自分で気がつかないからね。無意識なんですか。ある人が引っ越しをしたんだ。でその引っ越した先からすぐ引っ越しちゃったの。なぜって聞いたら、引っ越した時に奥さんが家でいたらば、夢に現れたらしいんだ、その変な女がね。で、うわーこれ気持ち悪いって、しかも連日見るんだって、その女の夢みたいなもの。ほんで、なんでこの人見るんだろうと思った。そしたらそんなある日、訪ねてきた人がいるんだって。出たらその女なんだって。ふっと思ったら、その町内に住んでる女だったの。でもさ、会ったこともないのに、縁もゆかりもないのに、夢を見るっておかしいじゃないですか。はい。ねえ、それ以上知りたくないからって、怖いから越しちゃった。それから見なくなったそうだけど、なんかはあるんじゃない？近いその波数というかさ、流れというか。例えば子供が持っているその波動っていうかな、周波数があって8サイクルっていう波ってあるんだそうですよ。でもこの8サイクルの波っていうのは、あのほら月が持っているあの新あ満月新月右弦左弦の月、その時にほら気をつけなさいよ時間が多いからって言うじゃないですか。あの時の波って同じなのね。似てるんですよ、波長みたいなものが。そうだからやっぱり人間はあれじゃない、月を見ちゃいけないっていう話なんでしょ。スペインでもあるし他でもあるじゃないですか。いろいろあるんじゃないですかね、自然の中にいるんですから。あの今女性の話もありましたけど、すごく美人の幽霊さんでしたりとか、なんかこう印象的なお化けとかって言いますか。いや幽霊に美人なんかいないですよ。そうなんですか。いないいない、顔大体そんなよくわかんないもん。あその時はちゃんと見て話してんだけどね、はい。私だって目の前でもって見たことある。これはもう有名なんだけど、大阪のホテルでもって夜寝てましたらね、あのコン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 ノックされてさ、どこの部屋だろうなと思った。自分の部屋なんだな、あれと思って、でドア開けてみたら防衛が立ってるんですよ。症状がないんだ、目のこれがね白いのなんだか。で先ほど泊まってらっしゃったそのお客さんが忘れ物をしてるんで、それを探させてくれますかって言ったら、ああいいよって入れたんだけど、なんか嫌じゃない寝てるとこで起きてたんだ、寝ちゃったのね。それでいなくなったんですよ。でまた寝てたらまたコン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 ノックされてね、であらと思ったらやっぱり自分の部屋なんだ。でやったらからそこにいるんですよ。ちゃんと目の前に顔があって、でも口動いてないんだよ、よく考えたらね、はい、動いてないの。それで、あの先ほどお客さんがそのここに忘れ物したんで取らせていただいていいですかって言うから、どうぞって入れたんだ。なかなか帰らないんですよ。でこっち眠からこう書くやったのね。でその日寝ちゃったんですね。朝になって忘れてましたよ。ところが4月過ぎて、あのお次ピーコのピーコがね、4時さーってからあーって話したら同じ体験してんの、でもあちらはああいう性格の方だから電話したわけだ、下へ、何こんな時間にぼやくんのったら、言ってません、どんな服装してましたと思い出したの。ベージュとグリーン、私も同じなんだ。それは昔の衣装。そこのやつ今は使ってないんですか。今は使ってないってことですもんね、その衣装を。そう、まあ、そんなことありましたよ。同じ体験をされることもあるんですね。なりますよ。だから目の前で見た時には顔は覚えてるのに、じゃあ思い出そうと思ってね、思い出せないの。幽霊って綺麗な人の方が怖いから、やっぱり綺麗な人使うんでしょうけど、でも実際は私が今まで見た限りあまり関係なかったな。あの愉快な例とかいますか。なんかとても怖いので、なんか会うと嬉しくなるようなそんな幽霊とかいませんか。そんなのいないんじゃないの。いない、そんなまだないんじゃない、向こうには余裕もないし。大体あの会う時って金縛りになるものですか。いやなんないですよ。金縛りって2パターンがあって、霊的なもん、簡単に言うよ、簡単に言うと霊的なものは、ね、体固まってますよ、ギーンと。ところが長旅をしたりなんかして疲れた時ってのはね、ぐにゃんって力入んないことなんですよ、神経やられて。
その時はね、大きい、もう嫌だね、これは。分かってんの。頭は回ってんだけど、動かない。ああ、力ないのかって。こうなったきり。もう具合あり。霊見るときはまだいいですよ。突っ張ってるから。はい、力ない。この二つパターン。で、この力が入んないときは霊的なもんじゃないけども、体が変わって突っ張ってるときは霊的なもんですよ。これは。でもその時は近くにいますよ。はい。うん、ちょっと判断していきたいと思います。うんうん、霊感を強くする方法とかありますか？だってつまんないでしょ、霊感強くしたって。え、そうですか？うん、なんか楽しみやる。したい人、今すぐしたい人、ちょっと手挙げたら言いますよ。あれ、いないですか？あのね、怪談とか幽霊談っていうのはね、人から聞いてイメージするから楽しんで、実際にその場所行ったらね、結構怖くてすごくじゃないですよ。私、恐怖門の場所行ってるのがあるんだけど、すごい怖いとこ行くんですけど、その時の状況っておかしいもん。夜中回ると、頭トランス状態ね。自分であって自分じゃないんですよ。夢の中歩いてる感じがするの。現実歩いてるのに。温度も感じたくなる、はい。でも怖いとこはすごい怖い。じゃあ、稲川さんは、うん、こう見たくて見てるわけじゃない？いや、見たい気持ちもあるの。うん、行ってもいたい気持ちもある。で、友達になるとは思わないけど、でもなんとなく近くにいるのって、決して自分では不快ではないんですよ。うん、うん。感じるっていうことなんですね。うん、さあ、そんないろいろ実体験なども交えながら話してくださいます怪談ナイトなんですけれども、今年は群馬公演が決定いたしました。9月28日金曜日、藤岡市の三籠未来館で行われることになっています。今年の藤岡の公演はどうでしょうか？どんな公演になりそうですか？これはね、結構怖いと思うんだっていうのは、今までは全部その新しいネタばっかりやったんだけど、今年は今までやった中でやってくださいってやつを全部並べてるんですよね。で、会場ごと全部違うんですよ。かなり怖いです。うん、本当に。毎回ツアーっていうのは新作を用意されるもの？もう今までやってきた391話は全部新しいやつ、去年まではね。うん、でもあまり言うから、今年スタートにしようと思ってるんで、うん、それやったんだけども、あとね、それからすごく優しい、いい話があります。はい、うん、とても優しい話。女性の方からはあの話が聞きたいからって全部言われてますんでね。それもやってますね。リクエストされることもあるんですね。そう、やられてますよね。藤岡は9月28日金曜日、藤岡の三籠未来館となっています。じゃあ、会場会場によっていろいろライブ感があるっていうことなんですね。群馬ならではのものもきっと入ってきそうですよね。このホラーナイトですけれども、今年が8回目ということになっていて、この連続出演が今回の群馬公演にもつながっていると思いました。そうです、お考えさんです。本当に皆さんありがとうございます。と嬉しいですよね。楽しみにしていたいと思いますので、ホラーナイトはどうですか、今年のこの雰囲気は？いやいや、いつも大好きですよ、この雰囲気は。私ね、毎回申し上げてるんだけど、ここのね、人間さんへ来てね、やるでしょ、こちらへ来て、この五本堂でもってね、話をしないと夏来たような気しないんですよ、なんとなく。いや、この状況がね、なんか妙に好きなんだな。ご住職はまたいいしね、こちらの。そうなんですよね。今日終わったら飲みましょうって言ってるんで、ね、ご住職が。私はいいって言ってるんですよ。はい、私はもうこのまま帰るからね、帰んなきゃいけないからいいって言うんだけど、ご住職はどうしても飲みたいと言うから。で、私はもうビールでも何でもいいけどもって言ったから、ご住職よくなんか用意してるみたい。あ、私は断ってるんですよ。いや、お好きなんじゃないですか。いや、嫌いではないですね、今日もいい雰囲気の中お届けしてきました。ホラーナイトなんですけれども、 FM 群馬特別番組、稲川淳二のホラーナイト2012、この番組はおい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 の提供でお送りしました。さあ、今夜は高崎市下滝町のお寺次元寺の本堂から生放送でお届けしてきましたけれども、ね、皆さん大丈夫でした？怖い体験しました？ね、大丈夫ですか？でも本当ありがたいですよね。次元寺いらっしゃる皆さん、本当に、ね、大好きです。本当に大好き。ありがとうございます。すごく嬉しいですよ。この時間はね、私すごいエネルギーいただいてますもん。いろんな方から、はい、ホラーナイトは帰りが怖いよと、そんなメッセージをいただいてるんですが、帰り気をつけるにはどうしたらいいですかね？いや、これはね、私もわからない。なんか帰りの車、うん、コンコンって知らない人に叩かれたとか、そういう話を聞いたことがあるんですけど、落とすじゃないの。でもね、その帰りとか一人になった時の怖さ、これが階段の面白さですよね。だそれを残さないといけないですよね。余韻みたいなところですかね。そうそうそう、それがいいですね。後できっと稲川さんの話を思い出すんでしょうね、一人になった時に。思い出してね。で、中学生の君もぜひね、今日は本当に皆さんも来ていただいてありがとうございました。稲川さんもぜひ、うん、お体に気をつけて、この後も頑張ってくださいね。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は稲川淳二さんをお迎えしました。